パート3の B が3分33秒ですから、これね。だって多分問題自体がそういうロジックで作られてるから、早稲田理工って本当に利口な人が書かれてるんですか。さあ、では始まりました、むちゃチャンネルです。今回はですね、やってきました早稲田大学理工学部の問題ですね。日本で一番英語が難しいと言われるっていうか、私が言ってめちゃくちゃ広がってますけど、その早稲田大学理工学部の問題に挑戦したいと思います。果たしてトイック満点予備校講習は解けるのでしょうか。答え合わせができないのがね、嫌なんだよね。まあ予備校わかんないです、まだ答え見てないんで、今年はどうなってるかわかりませんが、まあ、毎年ね分かれちゃうんですよ。で、回答わかんないんですよ。で、一回やったことがあるんですよ、回答速報会議参加したんですけど、いやもうバラバラでさ、答えが全然決まんない。やっても、でネイティブたちにも答え分かれちゃうし、ネイティブもバンバン間違うし、でも話にならないわけですよ、難しすぎて。そんな早稲田の理工の問題に挑戦します。で、まあ、今までさまざまなネイティブが解いて結局わからんと。で、回答速報に出てる答えを見てもそれが合ってんのかわからん。だから赤本とか過去問出てますけど、わかんないんですよ、本当にそれが合ってんのか。発表して早稲田。だから今回もやりますけど、答えはわかりません。まあ、予備校がみんな同じになってたらいいですけどね。まあ、受ける人に言えるのは、取れる問題から解きなさい。私まあ、まっすぐやってきますけど、90分じゃ終わんないからこの試験って。大体だから後ろの方が簡単だから、そっちの方からやることをお勧めしますよ。はい、では行きたいと思います。で、まあ最初から読んでくけど、解けんと思ったらもう後ろ行きます。では行きますね。3、それではですね、2020年早稲田の理工の公表しておきますね。今年は例年よりは優しめだった。ね、もう本気で解いた。めちゃめちゃ頑張ったよ。見ていきますね。まず、まあ、全体で58分39秒かかって、最初の大問1の読解、3つ合わせて26分ですね。はい、ここができたのはでかい。このね、そんなに自信なかったんだけど、できた。テクスト1全部。はい。それ、まあ分かんないですよ。予備校の答えが合ってるか分かんないけど、でもまあ同じになってるから各予備校溜まってんじゃないと。1、大丈夫ですね。読めてりゃ解けるし。1はどこのこと言ってんだろうってなっちゃう人もいたかもしれないね。2と3は簡単でしょ。3はまあ引っかかるとしたらね、D に引っかかる人はいるかなと思ったけど。で、4は、あ、まあこれ、専門用語的なのに引っかかんないことが重要だよね。僕も難しくない。7むずい。これはね、悩んだ。すげえ。8、9はまあ大丈夫だなっていう感じで。なんか2、3、8、9が優しめだなというふうに感じた。で、7がむずかった。で、10がめっちゃ悩んだ。わかんない。これ合ってんのかな？なんか分かれてる B と C で答え。予備校でも。うん、なんか自分自身、うん、自信ない。まあ、11ははっきりしてるじゃん。そりゃそうだろう。みたいなね。で、12は簡単。これだいぶ楽だったね。これ段落のどういう風に書かれてるかなんで、だから優しいってメモ取ってます。で、13はむずい。これわからんと思った。とか、3つを読み直したくなかったから、もうわからない。勘でやったから間違った。うん。は、まあ、もう読み直したくないと思って、やんなかった。そうね、このパラグラフのどれと関係するかは見直しに行った。2と5と6、9って書いてたから、2見てって、うん、違うなって思って、5見に行って、
counteracting fatigue って書いてたから、あ、こいつだろうなっていうふうに思って解いた。で、次は、あ、まあ、すぐ B を選んだ。まあ、C は絶対ありえないだろうな。むずいよ。やっぱり他のやつとは桁違いに難しい。まあ、今回は SFC の超むずな時ぐらいかなって思ったね。そこまで、まあ、時間もかかんなかった。だって、58分で終わってるから全体で。いや、90分かかるかなと思ったんだけど、大丈夫でした。次ですね、並べ替え問題は、時間としては9分47秒かかってますね。最初の問題は簡単でね、continue to do と at least に気づけばもうさ、こんなの一瞬でいけるでしょ。で、2問目は、これはね、そう、自分がアメリカ留学してたのがやっぱ強かったね。electives って言って選択クラスのことだって知ってるから、electives の例としてフィジックスとコンピューターサイエンスがあるっていうのが分かったから、後ろにこの like physics とかっていうのは簡単につなげられたんだけど、知らないと難しいよね。electives in department っていう風にすぐに出せた人は少ないんじゃないかなと思った。で、あとは replace A with B でしょ。だからそれがすぐに分かった。意味が分かるので、自分は読んでてね。そんだ、ただただパズルを作ってるだけじゃなくて意味考えてやるので、並べ替え問題ね。やつは、ああ、そうですね。まず、hold together が分かってないとだいぶ難しいんだけど、3番目と5番目になるわけで、without が来るだろうなっていうのは多分分かるんだよ。で、without analysis なのか、without a course なのかは分かんなくても、B しかないから、答えは。ね、で、だから、without a course って作っちゃっても、without analysis って作っても、修正できるでしょ。ああ、こっち逆だったんだってできるので、そんなに難しくないですよ、実はこの形式ね。4番が、これもだから似たようなことが言えるわけですよ。絶対に desire to do って来るはずなんで、主節の動詞はまあ後ろにあるからね、カッコの字を取るときに、study でやっちゃったらもう無理じゃん。desire to study なんてやったら後ろに来れないから、他のキャラクターが。だから make 置くしかないっていうのが分かるから、make が来てるのが C しかないから、だからこれで答えが作れるんですよ。Analysis required study ってメイクの語文型ですけど、そういう風になってるって気がつかなくても解けるんですよ。だから結構早く実は解けるんですよ。まあ毎年のことですよ。最後の問題もそうです。分かんなくても解けるよ。で、make the more なんとかって書いてあるから、絶対形容詞が来るわけじゃん。そしたらもう accessible か advanced とかもうそこに入るのはもう絶対分かるわけですよ。あとは、worst effort はね、worst プラス名詞っていう形で、そう、つながるとしたらもう worst effort しかないから絶対。だからこの形を後ろにくっつけた場合っていうのを考えた場合に、5番目に絶対 worse が来るはずなんですよ。それが分かってるだけでも答えは5になるんですよ。論理的に考えられる人を欲しがってるって。パート3ですね。簡単だったね、これね、随分ね。ブラックホール、あ、まあ、まあね、自分がトフル受けてるし、トフルの教材作ってるから、こういうトピックに、まあ、よく出会ってるからだろうね。パート3の A が4分50秒で、where only one star とかね。最初2つのうちのね、どっちかっていうのわけだから、1しかありえないし、次は同格のザットが2つ並んでるから、ザットを選べばよし。3番は、時制として、まあ、is moving しかありえないでしょ。なぜ過去とか選ぶの？なんか他にも現在形どっかに出てた気がするんだよね。それでなんかもうパッと選んだ気がする。で、次が、まあこれも意味が分かってるから、で、ラブですね。お互いがこう、ずれてる状況だから、4がすぐに分かったし、あ、5がむずい。うん、そうね。これまあ見慣れてないとダメだよね。ヒートなんとかって言って、この温度までっていう時にね、ここまで上がるっていうので、2を使うんだよね。で、6は、ちょっと悩んだけど、どう考えたって3と4にはあが入るはずだから、で、ここが2がさ、なんで、2無関してやるのおかしいよなって思ったけど、それ2に入るのはザなんですよね。1はエビデンス不可算だから絶対入ることないでしょ。でも2に関し入るよな。3絶対あ入るじゃん。これ4も絶対あ入るよなって思った。そっか、2はザだったっていうね。並べ替え問題なんですよ。これどうせ時間かかってるでしょ。今度ね、動画撮りますよ。ネイティブに解かせますから。ネイティブよりも上の方が早いから絶対。パート3の B が3分33秒ですからこれね、かかってんの。って思うでしょ。この分正序と段落正序があって3分で解けるんですよこれ、ね、毎年ね、考えりゃすぐに解けるんです。今回も何の話だかさっぱり分かんないですよ私は。ポリマーがどうとかってね、そんなの考えてないです。で、今回 1,2,3,4,5 ってあって、この5つの中でどの文が一番頭に来るかなっていう風に考えてます。で、選択肢見ると1、3、4、3しかないですね。だから2が来ることはないわけですよ。だからもう2は読んでないです。一番最初に段落の頭に来そうかなっつったら、もう、そうするともう圧倒的に4なんですよ。それで見ていくと、
1になんかレイヤーズの話が出てて、で2に such layered films って書いてあるんですよ。そうすると3と5に the films, the resulting films っていう風に書いてあるわけですよ。だからレイヤーレイヤーフィルム、座付きのフィルムフィルムっていう風に来るだろうなって思ったから、もう C で絶対間違いないって思った。これで1分何十秒ですだから、これで。で同じように次のやつも F か C かしかないですね、頭から始まるのだから。 F と C を比べるんですよ、まず。そうすると F の方は伊藤が単体で出てくるんですよ。それに対して C の方には伊藤エローっていうですね、伊藤さんたちっていう、伊藤さん初登場ネイチャーに載ってたよっていう風に書いてあるから、だからもう絶対 C が先なんですよ。それしかありえないから、伊藤初登場。そうだから名詞のね、この段落正常とか文正常、いつもどれが先かっていうのをね意識するのが大事。ポリマーの話なんだよ。で F もポリマーの話なんですよ。で D の選択肢にある B を見るとポリマーじゃないんだよね、なんかね、なんか違う話しているから、ここから謎のレイヤー。自分自身はもう C、F っていう風にもうすぐ繋いだ。あ、ポリマー、ポリマー。人、人。で、これどうします？読んでないでしょ、だから全く。それで間違ってたらどうするんですか？それ後で解き直しはいいですね、解く。OK です。で、次が4番、ロジック。ロジックはね、苦手じゃないので、論理学。5分ですね、5分1秒。かかってて、だから1、2、3、4も簡単だった。そうだから全くロジカルじゃないものっていうのはもうてんちんぷんかんぷん、ロジカルであったとしてもそうとは言えないものっていうのが結構あるわけ。これ三段論法ってやつでね、大学でこれで回答を書いたことがあるし、あとは授業でも説明したことがありますね。三段論法が必ずしも正しいとは限らないってやつね。椅子は家具である、電気椅子は椅子である、電気椅子は家具である、ロジカルにはなってるけれども合ってないってやつね。これがだから、B に書いてある例と同じやつなんですよ。だからこんなね、ロジックはね、得意なんですよ。知ってるの。こういうの全然わかんなければ、さよならだし。3とかね、面白いね。実際こうやって出てきてさ、このウイルスにかかっちゃうと、こういう現象が起こっちゃうんですけど、とか言ってね。そんなウイルスどかしたから、その現象が消えるとは限らないじゃん、ね。4番はね、パーソナルプレフェレンセスになってるのを選べばいいから、そう、パーソナルなものを選ぶので、だから簡単。で、5はちゃんと読めてないとダメでね。きついと思う。だよね。B が、んってなったとしても、A と C が正解な時点で D は絶対に正解なわけじゃないですか。ほらね、こういうロジック。だからもうそもそも問題自体がそういうロジックで作られてるから、早稲田の理工ってね。本当に理工の評価力ですよ。次の問題も、うわ、やだよ、計算だよ、マジかよって思ったけど、言ってることは簡単ですね。実生活で考えてみれば、そうだね、コピーマシン買って何枚やるかとかって考えたら、どっちが解くかとかってね、やることだから。数字を当てはめていけば、全然難しくないじゃん。もちろん英語そう、コンピーティングオプションとか知ってるし、アドバンテージオーバー、これは教えた気がするな、授業で。とかも知ってるし、で、計算すれば2万になるし、で、割り算、その何分の何だから、こんなディバイレッド倍に決まってるし、でこの N のポイントになる場合は得も損もない、どっちを買っても同じであるっていうところがこの N になるわけだから、だから10は D っていうね。で、はい、得意なの来ましたよ。私がね、得意なんですよこれ。私は相対英語を取ってる人に言ってますね。もうね、多少ねアルファベットの感覚を持っとけと、どっからどこまでが 1,2,3,4 になるのか感覚を掴んでおきなさいって言ってるやつですけど、4分53秒ですね。これほら5分切れるっていうのはですね、いかに慣れてるか自分が。最初のそうね、ベネフィットとかもすぐ出たし、でそのベネフィットって出た時点で E がほら1でしょ、でネフィットが N が3で、でこの時点で2択になって、さらに E で1っていう風にやるんですよ。だから全部絶対照らし合わせていかないでね、1文字目2文字目3文字目ぐらいで絶対決まりますから、全部やってちゃダメなんですよ。難しいのはなかったんじゃないかな、特に最初の方。ファクター知ってました？あの因数っていうのね、理系の皆様。おって思ったのが9かな ?9 か、スキームかなって最初思ったけど、スキームに当たるものがないから、ああ、ストラテジーだっていう風に変更したし、あとは12番がリカバーかなと思ったけど、リカバーに当たるものがないから、ああ、じゃあレストアだなっていう風に。変更してるものがありますね。あとは余裕で解けました。うん。だからここはね、皆さんちゃんと取れたらいいかなと思います。とにかく最初の読解がめちゃむずい。わけわかんないようなんですね。ものを問うてくるわけですよ。だからそこを解かなくても、後ろの方で確実に解いてください。何度も言うけど、理系科目で勝負ですから。早稲田の理工は。ですので、はい、その辺を頑張ってやってもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、受けた皆さん、お疲れ様でした。今年は、そんなに疲れなかった。一
1時間かかんなかったし、うん、結構楽しく読んじゃったということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.